こんばんは。あ、どうもいらっしゃいませ。こんばんは。どうぞどうぞ。いいですか。お入りください。どうぞそちらに、はい。はい。ようこそいらっしゃいませ。原田のバーでございます。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。本日のゲストは和知美奈美さんです。よろしくお願いします。お願いします。4年ぶり4年ぶりあ、そうか、そうでしたね。僕らにとって4年ぶり4年ぶりはい、実は4年ぶり。あ、そうだ、はい、バンナムベースで4年ぶりでございます、はい、まあ、乾杯してもらって、はいはい、ではようこそ原田の場へ。乾杯。乾杯です。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。和知さんは幽霊は見えますか？幽霊見えますか？はい。いや、はっきりと見えることはないです。あ、ちょっと待って。これなんか多分珍しいパターン来たぞ。え、どういうことですか？どんな感じなんですか？いや、でもなんか感じるみたいなのはありますね。やった。気のせいってめっちゃ言われるんですけど、私はいるって思っちゃいますね。一緒だ。どういうとこですか？その例えばその旅館、まさにそのサウナの取材に行った。泊まりでも行くことありますよね。そうですね。そう、地方に行った時とか、はいはいはい、ホテルに泊まった時とか感じますか？それは。いや、なんかちょっと重いみたいな、うんうんうん、寝る前とか体が重いとかです、うん、この部屋に入った瞬間に思うみたいな、そういう、はい、あ、なんか重いぞ、はい、そんな感じですね。幽霊なのか分かんないんですけど、うんうん、なんか嫌な感じでしょ。あ、そう、嫌な感じ、はいはい、あとこの道ちょっと通りたくないなとか思って、はい、遠回りして、うん、して時間かかっちゃう時とかもあります。あ、スマホとかはなんか急に電波がなくなったりとかして、はい、で SIM カードが原因かなと思って買いに行ったんですけど、うん、やっぱ治らなくて、うん、機体交換を原因不明でするとか。あ、幽霊、幽霊、幽霊。ここは大丈夫ですか？あ、大丈夫です。ここいい空気流れてません？いい空気、いや、その、あの、悪いなとか何もない、はい、感じません。え、でもこ、はい、怖い、怖くないですか？じゃあその泊まり先でここ重いなと思った時、怖くはないんですか？めっちゃ怖かったですね。なんかその時はマネージャーさん女の人だったんで、一緒に部屋に寝てくださいとか言ったんですけど、普通に嫌だって言われて。は、ね、私は一人に寝たいと。はい、まあ嫌ですよねと思って我慢して寝るか、まあ、電気つけたまま寝たりしてました。あ、じゃあちょっとなんかあるんですね。異常な怖がりなんだと思います。なんか、ああ、そうなんですか、うん、あと内見とか結構感じるかも。足の裏からなんか伝わってる感じする。めっちゃ怖いんですよね。内見めっちゃ嫌なんです私だから。あ、なんか分かっちゃうんだ。分かるっていうか、なんかちょっとあんまり良くない感じの人が住んでたのかなとか。そこまで分かる、うんうんうん、あ、なんかやっぱ人間の不思議だな。まだなんかそういう情報量があるんでしょうね、受け取る。なんか、ね、粒子的なものわかんないですけど、あるのかもしれないですね、はい、うん、ありますね。内見結構怖いです私。あ、本当ですか、はい、内見の案件みたいなのがそんなのいっぱいあるんですか？いや、ないんですけど、自分が引っ越す時に、あ、見に行くのが、はい、でもそれだったら逆にいい能力じゃないですか。ここ嫌だなってすぐ分かるから。確かに。でも嫌なとこ行くともうだいぶ疲れちゃうんですから。だから入りたくないんです。そうなんです。かといって内見に来てんのに、あ、ここ嫌ですって玄関で言ったらこいつおかしいなって思われますもんね。うん、でももう入れない、あ、ここいいですって言って帰っちゃいます。ってこともあるんですか？はい、はい、そうですね。なんか友達の家とか行った時になんかすっごい具合悪くなって、なんか初めて塩とかを撒いた方がいいかもしれないみたいな気持ちになる。そんなになるんですか？なります。それやっぱそこ今まで一番だって。強い強い、相当相当霊感強いですよ。霊感なのか分かんないんですけど、霊感じゃないのかもしれないけど、そう、その事故物件サイトみたいなの検索したら、うんうん、なんかその事故のところみたいな、やっぱりそうだったりするんですか？やっぱりそうだみたいな、うん、というわけで、あ、第一弾来ました。大事なたこ焼きも第一弾です。まずはソースになります。名物お待たせしました。熱いんでお気をつけてください。どうぞ。いただきます。熱いですけど、すごい美味しそう。めっちゃ美味しいです。やった、どうなんですか？あざす。あ、ほっとした。びっくり、すごい。今まで食べたたこ焼きで一番美味しい。あ、ほら、やっぱりやばきた。サイレントヒルっていうゲームを作った富山さんって人、はい、サイレントヒルって聞いたことありますよね。結構有名なホラー映画、ホラー映画にもなりましたゲーム、うんうん、あとサイレンってゲームとか、まあ、今でもそういうホラー系を作ってる方がいる、うんうんうん、その人も
全く霊感がないんですけど、ああ そ, うなんです、ね、その人はすごい不気味な人なんです、なんか3時間ぐらいの飲み会で食べ物の写真だけ3時間撮り続けて一言も発せずに帰っていくみたいなことを、怖いでしょ、怖っ、確かにちょっと怖い、今日富山さん一言も喋ってなかった、怖いです、怖い、どんな幽霊より怖い、そうそう、汗だくサウナのあれは、ああいう番組やる前からサウナ好きだったんですか。好きですね。あ、好きだったんですか、はい、本当に本当に好きで、温泉と銭湯がすごい好きだったんですよね。いくよ、はい、おー、湯気見える、湯気見える、いい、力強いな、うん、ここのサウナは確かに、もう黙々と入れるよ。僕割と温泉と銭湯って結構違うもの、銭湯ちょっと温泉のは何か分かるんですけど、銭湯の魅力って何ですか。家じゃないところでお風呂に入る楽しさ、なるほど、やっぱ広いんで、なんかちょっと水圧違うじゃないですか。違いますね、疲れがすごい取れる気がしますね。あ、本当ですか。はい、私は、あと東京に上京してきたタイミングで、なんかめちゃくちゃ銭湯あるなと思って、東京、いや意外とあるんです。そうですよね、まあ、だいぶ減ってもいますけど、減ってもいますけど、意外にまだまだありますもんね、そのなんか建築っていうか昔ながらの雰囲気もすごい面白かったの、はいはいはい、ワクワク、一種のワクワク感はありますけどね。そうですね、そんなかスタンプラリーみたいな感じで、大学生の時にすごい銭湯巡りみたいなたして、はい、でサウナもついてるから入ったりとかしてます。サウナは どこが一番魅力なんですか。私は水風呂が結構好きで、あ、もう無理です。あれなんで水風呂入れるのかなと思います。水風呂の温度に合わせて体を温めればいいですよ、ですかだから水風呂がすごいぬるいところだったら温める時間もちょっと減らすみたいな調整が必要なんです、バランス。あ、なるほど、水風呂に入った時にこうふわって感じなんですか。水風呂に入ってる途中からなる時もあるんですけど、だいたい上がって水風呂から、で、はい、こう水滴を拭いて、はい、座った時からうわってなります。よくそれを最近の表現で言うと整うってやつですね。あ、そうですね、整うんです、ね、整ってますね、あの現象が。その時にあれなのかな、あんまり余計なことを考えなくなるみたいな効果があるんですかね。あ、あると思います、うん、無になれるみたいな、はい、瞑想とかに近いのかな。な気がしますね、私は。サメ好きなんですよね。あ、サメ大好きです。サメ映画も好きだし。サメ映画は好きなんですけど、はい、サメ何がいいんですか。僕サメとか恐怖しか感じないんですけど。でもその恐怖を感じに行きたいのかもしれないです。あの、ハワイに行った時に、カゴの中に人間が入って、ケージに入るやつありますね。あ、そうです、うんうん、サメを見るみたいなのもありました。行きました？行きました。来ました？来ました。めちゃくちゃ青ザメとかも来て、なんかすっごい輝いてる。めっちゃ楽しかった。今日一、今日一。そんなことわざわざ自分から、はい、はい、自分からです。いや、考えられない。ちょうどその時に本当日本でニュースになってたんですけど、日本にシュモクザメがいっぱい入ってきてたんですよ。シュモクザメってあれでハンマーヘッドでしょ、はいはい、あれが伊藤君の周りを回り始めて、伊藤君で伊藤伊藤ってみんなが言った、うん、あのハンマーヘッドいるって言ったら、もう起こせないじゃないですか。起こした起こす時が入っちゃうから、もうこのまま30分ぐらいぐる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 回られて、でまあ、いなくなったんで起こしたんですけど、伊藤どうだった、めっちゃ怖かったって伊藤君が最初に言った一言が、ハンマーヘッドシャークと目が合った。いやこどこら辺が端っこだったの、ね、あいつは俺を狙ってたって言って、でも本当それあれ見た時も恐怖だったし、まあ、人食うことはめったにないらしいんですけど、そういうの好きなんですね。はい、サメは好きですね。いや、林さん、あのベタだけど映画のジョーズは見た？見ました見ました。僕はもう本当、僕はベタなあの怖がり方ですけど、あれを見てから僕海行けなくなりました。いや、だからそういうあのジョーズは実はすごい罪深い映画で、あれの映画の影響でサメが無駄に狩られちゃって、今や絶滅危惧種ですからね。
そう、かわいそう。そっちもそっちで影響あるし、ほぼむしろサメって結構有益なんですよ本当は。すごく有益な生き物なのに嫌われ者になっちゃって、まあ、めったに事故ないのにかわいそうですよね。でも結構人と話すとき緊張しちゃいますか、ね、人が人見知りってことですか。意外と人見知りじゃないように振る舞ってますね、うん、人見知りだろうなっていうのはすぐ分かりますけどね、うん、人見知りがコンプレックス、うん、それコンプレックスなんですか、はい、じゃあもっとフランクに話せるようになりたいなとか、はい、思うってことですか。思ってます。いや人見知りぐらいの方がいいですよ。あ、そうです。人見知り結構緊張しちゃいますね。いや それぐらいがいいと思いますよ。す僕とかは、うん、もう思えば幼稚園ぐらいの頃からデリカシーがなかったので。でしょうね、うん、あのデリカシーって言葉を多分奈良県で最年少でデリカシーがないって言われた少年だった。初ツッコミね、うん、幼稚園の年長ぐらいの時に俺そんな言葉その時代にあったかなと思うんだけど、うちの姉にあんたデリカシーないなって言われた。で幼稚園の時デリカシーってなんだろうと思って中学校ぐらいで分かるみたいな。浮気の共感センターもあります？なんか定義、定義はないけど、されて嫌な、なんだろうな。でもやっぱり肉体関係があったら浮気じゃないですか。これね、僕違うのか、うん、僕もそのそう思ってたんですけど、はい、割と僕これ女性から聞いた意見ですよ、はい、たまたまその話このテーマって複数人から聞く機会があったんですけど、うん、あの僕その時にへえと思ったのが、もちろんその肉体関係っていうのは分かりやすいあれなんですけど、うんうんうん、例えばじゃあそれって、まあ、極端なその男性風俗も女性風俗もありますけど、その風俗的なものがあるじゃないですか、うん、じゃあそれが浮気なのかって言われると、そこはそうじゃないかなって人もそこそこいるんですよ。で、なんでかっていうと、その肉体的なものよりも精神的にその人のこと好きになっちゃった、依存されるっていう方がよほど屈辱的かつ辛いので、それの方がよっぽどひどい浮気だという意味で、肉体関係よりもその心を持っていかれてることの方が浮気だっておっしゃる女性そこそこ僕周りにいたので、うん、ちょっと概念が変わってきたともありますけどね。うん、難しい。どうやったらでも知れるんですかね。だから知りようがないとは思うんですけど、ね、だからその結果の現れが肉体関係っていう意味で言うと、オチとしてはそっちに行くのかもしれないですけど、心を奪われた瞬間に浮気は発生するんだろうなと僕は思いますけど、じゃあ例えば、はい、じゃあ、まあ、友達来ましたと、で友達、まあ、お風呂入ったりトイレ入ったりして、じゃあ帰るねって言って帰るじゃないですか、はい、その後トイレどうします？トイレ、あのマットとか、あの便座の敷いてるやつとか、そこまで考えたことなかった。いや普通考えないじゃないですか、はい、この人は死ぬほど消毒水です全部。消毒じゃないです、全部洗うと、洗った上でさ、その消毒しなきゃいけないとか、洗えないとか全部消毒して全部洗う。この番組のこの番組のプロデューサーはあの超潔癖なんです。潔癖なんだろうね多分ね。だから結婚できないです。あ、けどなんかそういうの言われると自分も気になっちゃう気がする。だって便座嫌じゃない。あ、なんかそんなこと言われたら やっちゃう。基本的から気になっちゃうかね。気になっちゃうかもしれないです。うちあの家族になんだろう、バイ菌とかが広がるからトイレは絶対蓋閉めろって言われて、言われた時からなんかバイ菌が見える気がしてきちゃって閉めるようにしたんですけど、影響されやすいんです、ね、そうなんです、影響されやすいんです。じゃあ潔癖ですかね。もう綺麗好きだと思ってるんですけどね。いや、それは潔癖だね。だってそんなこと気にしてるからと、だ潔癖同士だったらいいのかもしれないけど、やっぱり嫌でしょそんな。いや、だから好きな人が何やってもそれは許しますよ。
だから許すっていうのがもう嫌そうでしょ。なんで許されなきゃいけないのと思っちゃう。何その許す許され俺が何か俺が悪いことしてるんですか。男同士の血は喧嘩が何ですかね。ちょっとそういう人に何か圧を与えるぐらいのレベルは潔癖。だからちょっとこの人はありますよ。あの大浴場とかにダメなんですよね。ああそうですよね。ダメでしょうね。確かに洗った後の床が、はい、こうなんかこう山から降りてきたみたいなおじさんがこうすごいシャンプーするんですよ、うんうんうん、男子風呂ってね飛び散ってるわけですよ。人がせっかく綺麗になったのに、うん、そこを歩くんですよ。ぬるってなるんですよ。じゃあまた洗いたくなるんですよ、うん、一生出られないんですよ。いやでも分かるけど、うん、いやあなたそのイメージでやってあなたのマンションでも似たようなこと起きてるお前が乗ってるエレベーターの前に乗ってたおっさん、うん、めっちゃすごい菌とかウイルスって出しながら、つって、今日は飲みすぎだって言って、ブーって屁こいた後に乗ってんだよ。そのエレベーターあなた乗ってんだよ。それはすごい。見えてないだけだよ。想像します。うん、あでも分かるっちゃ分かります。大浴場銭湯とか行った後、私家でもう一回お風呂入る。あほら。ああこうやっぱ気分的にね。結局気分でそれは。はい、気分ですね。気分ですよ。潔癖ではないかもしれないですね。物理的にはそんな変わんないもん。うん、ちなみにそもそも結婚するしたいする気があるみたいなどっちかでいうとそなんかあります。それとも別にいいかなとか。私あんまり結婚に憧れたことがなくて、うん、ない。そうですね、正直あんまり分かんないです自分でも。結婚に憧れた、確かに僕も結婚自体に憧れたことないんですけど、うん、漠然と僕はなんか自分の子供が欲しいっていうのはすごいあったんですよ。先にそっちでしたね僕の。それもあんまりなくて。ない、はい、生まれるのを待ってます、そういう気持ちが。あ、そんな感じなんですか。はい、めいっ子を見た時にめいっ子超可愛かったんですよ。めいっ子すごい可愛がっててこうめいっ子毎年来るわけじゃないですか、うんうん、でどんどん大きくなっていって、でももう赤ちゃんから幼稚園になり小学校になるとめちゃめちゃいい子で、うんうん、可愛い可愛いってで、ある時姉にこれあんたそんなにめいっ子かわいがってたのプレゼントあげたりいろいろしてたんですけど、自分の子供はその20倍ぐらいかわいいでって言われて、え、これの20倍ってすごいなと思ってめっちゃ大好き。どうなっちゃうんだろうと思って、そこからですね急にこれはちょっと自分の子供は見てみたいっていうのはすごいありましたね。でもそれないわけですね今。ないんです。今までもなかったです。ないです。俺のために近所に引っ越せよって言われたらどうする。え、近所ですか。どういうこと。え、俺ん家来いよじゃなくて。違う、ね、それこなんかどういう意味。怖い、俺怖いんだけどそれ逆に。何説明入んの。分かんない、なんか怖い。え、俺ん家に来いよじゃなくて、うん、近所に引っ越せ。近所近所ってあるじゃないです。近所に引っ越せ。あ、でも引っ越したくなる気持ちは分かります、うん、ちょっと遠い家とかだったら、そうそう、まあ、近くだったらよかったなとか思うかもしれない。え、遠いってでもどれぐらい遠いですか。な、いや、45分以上でしょうね多分。遠いじゃないですか。何でしょうな、今時45分って大したことないぞ。いや遠い大したことないですよ45分って。1時間以内普通のイメージ。自分のテリトリーを次は手放さなきゃいけなくなるじゃないですか、引っ越せっていうことはね、うん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 、それって嫌じゃないっす。あ、でも嫌じゃないかもしれないですね。あ、じゃあなんかきっかけだけかも。なんか多分あちさんが自分が本当に大好きって人が現れたら案外あっさり結婚するかも。そうかもしれないですね。わかんないですね。だみんなほどあんまりないですね、その結婚したいみたいなすぐ言う子いるじゃないですか、うんうん、その気持ちがあんまりわからないで、ね、でも性格のタイプでこういう人ダメとかなんかあります、ね、ダメ。あ、でも早口すぎる人とかは、なんか論破されそうとか思っちゃう。なんかあった時に、なんか超論破されちゃうんじゃないかなみたいな心配。圧の強い人はそうあれなんかここ意外と圧がここら辺圧が強い。音圧強いですもんね。音圧が声だけは本当に俺毎年収録してますからね。これひろゆきとかダメですか。そうですね、
付き合えないかもしれない。でも意外と優しいんじゃないですかね。優しいと思うんですよ。あの人は実は論破しようとしてるつもりじゃないらしいけどね。ドピュ、ドピュアですよ、あの人。ドピュア。なんか優しそうだなと。普通に疑問に思ったことを言うと論破って言われちゃう、うん。こんな感じの人いいなって人なんかいますイメージ。あ、でも妻夫木聡さんとかすごいずっと好きですよ。いいんじゃないですか、近くに。大好き。うん、大好き。一人の人だけは。はい。あ、でもなんか犬っぽい笑顔が好きになる。犬っぽい、確かに可愛いですね。可愛い人が好きです。妻夫木さんは可愛いイメージ、吉田さんから見て可愛い、まあ、大先輩ですけど可愛い系ですかね。じゃあ和知さんから見て原田さんは犬猫で言ったらどっち？あ、でも犬っぽいですね。あ、犬、なんか目が可愛らしいです。そう、目可愛い。あ、そう、実は結構目はつぶらなんですね。超可愛いの。さっきサングラス外した時にすごい思いました。赤ちゃんみたいな、はい、すごい綺麗だなと思って目が。よくそれはたまに。クリクリなんです。そう、はい、クリクリじゃないですか。そうなんですよ、はい、そうなんですよね。素敵です。しますよ。家で、はい、家でゲームやってて、スレーって言ったことあります？スレーって言ったことあります？ない。僕はスーパーファミコンのコントローラーがワンコンもツーコンもどっちも自分の歯型の形のままバキバキに割れてましたね。やばいですね。あーって言って、バキ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 って言って。ニワトリかって言ってお風呂に入った後にもうちょっと頑張ろう。やるんかやつ。すぐ戻るやつですよね。で友達が来て、お前のコントローラー歯型だらけなんだけど、これ何だ。噛んでるんだよね。この間の阪神優勝決まる直前だな。大騒ぎでしょ。すごい、うちの子供が起きてきたからね。お父さんどうしたの？お父さんが目が持ってこんなしかも大画面じゃなくてなんかワンセグの小さいやつね。ダゾーンみたいな。自分の部屋さ。ダゾーンでしかやってなかったんですよ。もうお祭りなの、お祭りなのって言ってたでしょ。お祭りだよ、数十年に一回の祭りだよ。